聖は源氏山と源氏山と源氏は、聖は源氏の一流であり、源の三中の次男の頼地に始まる。頼地は山和国の国主となり、同国に勢力を拡大、その過程で幸福寺などの南都勢力と武力衝突を起こして流罪となった。しかしその子孫は山と一円に広がり、引き続き南都勢力との交想を繰り返しながら、土着傾向を強めていった。 中には、より地下から後代後の創真術のように、宿敵であるはずの幸福寺の神座となって、んと勢力と同化し、同族の山と賢治と交想する者までも出現した。真実の公的主であった、源の地下寺は、方言元年の方言の乱において、ストック上降家端に就いたため捕虜となるが、んと勢力の身長を牽制したい。後白河天皇の辛抱遠慮により、罪を許されて、 を果たしている不って自称4年に、源頼政が、持ち人をと語らって挙兵した際には、決起を促す諸国の源氏の一軍の中に、親父とその子たちの名前が見え、なおも国内に一勢力を保っていたことが伺える。しかし自称、樹栄の乱において目立った活躍がなかった山和源氏は、これ以降は、地方豪族の息を出ることができず、中世を通じて、 次第にまとまりを失い、諸国に拡散していった。常実の親父に始まる山和国の宇野氏をはじめ、織田信夫に仕えた、肘方勝久の肘方氏、肥後国の熊部氏、道の区国の石川氏、三河国の高木氏、楠木正成を打ち取ったとされる、伊予の大森彦七の伊予大森氏などが、山和賢人の末裔を称している。ありがとうございます。